いきなりですが皆さん、今日から1ヶ月恋愛禁止です。どういうことだぜ。最近私は思ったんです。ジーン、今日も一緒に帰ろう。お、最近特に事件がないからレイと一緒にいれる時間が多くて嬉しいな。ココナー、今日も愛してるぜ。ココナは俺の女神だぜ。はいはい、でも私はゴンゾーじゃなくてリュウ君が好きなんです。みんなは好きな子いる？いない？コメントに書いて教えてね。というような光景をよく目にするのですが、恋愛をするのは早すぎやしないかと。確かに恋愛は楽しいし、胸キュンすることも大事だと思います。でもあなたたちにはまだ早い。いやいや、今時小学生でカップルなんて普通じゃない？そうだぜ。好きな人がいることなんて当たり前のことだぜ。ダメ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 。それにあなたたち、恋愛をすることで勉強面がおろそかになってるでしょう。家に帰って宿題やるはずの時間に電話でもしてるんじゃないの？当たってる。授業中好きな人ばかり見て話を聞いてないんじゃないの？当たってるぜ。王子の英才教育を一緒に受けてればいいって思ってるんじゃないの？当たってるわ。ほら見なさい。だから1ヶ月は恋愛禁止。もしもルールを破る者がいたら、このイエローシールを貼っていきますからね。イエローシールが1枚増えるたびに罰として宿題が増えるので気をつけてくださいよ。はーい。ああ、1ヶ月って早いようで長いんだよな。でも今日俺はこの理科室の掃除、そして碇先生は教室の掃除で、レイは校庭の掃除、つまり俺が今ここにレイを呼び出してもバレるわけない。バレなかったらイエローシールを貼られることもないし。よし、レイに LINE だ。レイ、今からこっそり理科室に来てくれっと。恋愛禁止か。ん？ジンからの LINE？ どうしたのレイ。なんでもないわ。もうジンったら、こういうのもダメなんじゃないの？でも了解、タイミング見ていくね。待ってる。もうジンってば、どれだけ私に会いたいの？メイ、ちょっと私トイレに行ってくるね。あ、うん、わかった。レイ、バレずにこの理科室に来れるかな？そもそも恋愛に早い遅いなんて関係ないよな。好きになったら止められないし。ジーン。おう、レイ、よかった、こっそり抜け出されたんだな。うん、私だって会いたかったもん。でも碇先生の目があったら教室でも話しにくいし、ほんとこんなの早くやめてほしいわよね。ま、これからもこうやってこそこそ会えばいい話なんだけど。こそこそ会えばね。そうさ、バレなきゃ平気でしょって。その声、私が見逃すとでも思った？レイちゃん、イエローシール。ジン君ももちろんイエローシール。嘘。なんで先生いるんですか？教室の掃除じゃなかったんですか？ええ、そうよ。ただレイちゃんが掃除をサボってどこかに行く様子が見えてね。こそこそ会っても私にはすぐ分かるんだからね。何度も言うけど恋愛禁止。ほら、早く自分の掃除に戻りなさい。あ、レイ、好きな人に会えないなんて嫌だって思う人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。というように、学校内でこそこそ会ってもダメですよ。あ、あの時レイ、トイレじゃなくってジン君のところ行ってたの？バレちゃったけどね。登下校は私たち先生が見回りをするので、男女で会わないように気をつけてくださいよ。なんて先生は言ってたけど、私は平気。
レイたちみたいに堂々と会うことはしないわ。変装してるつもりなんだろうけど、私にはバレバレ。きっとこれはメアリー先生ね。もしもし、若葉ちゃんは今まっすぐお家に帰っていますよ。そしてこの怪しさ満載の人はきっとカンタ先生ね。若葉ちゃんは男の子と会う気配なしです。引き続き追跡します。これだけ先生に見られてるんだから、私は怪しまれないように一旦お家に帰るわ。家に帰って先生たちを安心させて。よしよし、私の見張りは終わったようね。これで私は自由の身。安心して彼氏のところに行けるわ。彼氏の名前はハリー。このお城に住んでるの。ハリー、ハリー。若葉様、どうされましたか。若葉ちゃん、今日来る予定だったっけ。二人とも聞いてよ。今日ね、学校全体が恋愛禁止になって。ごめん若葉ちゃん、いきなり若葉ちゃんの先生が来てこのお城で待たせてくれって言うもんだから。でも私さっき先生たちを撒いたと思ったでしょ。でもあれは全部計算済みよ。頭のいい若葉ちゃんはきっと一旦家に帰ってから来るんじゃないかしらって思って。先回りしたら案の定来たわね。そんな、若葉ちゃんもイエローシール。でもせっかく若葉ちゃんが来てくれたんだからいいじゃないですか先生。ダメです、ルールはルール。誰が何と言おうと1ヶ月は恋愛禁止です。はーい。おいつらいぜつらいぜつらいぜ。ココナと一緒に帰ることもできない。ココナと遊ぶこともできない。こんな時はココナそっくりの絵を描いて会った気分になるぜ。って、おお、会いたい気持ちが大きすぎて手が震えるぜ。こんなことは初めてだぜ。でもそれだけ俺にはココナが必要なんだぜ。できたぜ。ああ、ココナ会いたいぜ。絵を描いたら会った気分になれるかと思ったけど、会いたい気持ちがますます大きくなったぜ。ああ、もう限界だぜ。もうココナのところに行くぜ。あれ、もしかしてお姉ちゃん、ガンゾーくんのことが恋しいんでちゅか。いやいやいや、なわけないでしょ。別に私は会えなくったって。ココナ、ガンゾーの声。ココナ、ココナ、ココナ。もしかして会いに来た？いやいやいや、ダメダメダメ。会ったら私までイエローシールを貼られてしまう。だから絶対に会わない。何があっても絶対出ない。ゴンゾーとは会わないって勝手に入ってくるんかい。ココナ、俺には恋愛禁止なんて無理だぜ。ちょっとバカバカ、こんなところをイカリ先生に見られたらやばいから。ゴンゾーくん、あなたは絶対ココちゃん家に来ると思ったわ。もちろん二人ともイエローシール。バカバカバカ、ゴンゾーが勝手に入ってくるから私にもイエローシールついたじゃんか。でも俺はイエローシールが増えようがココナに会えただけで大満足だぜ。さて、初日だというのにメイちゃんとクリチ君以外がもう違反しましたね。なので恋愛禁止第2弾。しばらくは男子と女子でクラス分けをしようと思うわ。おい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 、クラスまで離れ離れなんて先生は俺を干からびさせたいのかだぜ。男3人か、つまらないな。でも俺はこの恋愛禁止いいと思うのだ。え、なんで？クリチはメイとクラスが離れ離れになって会えなくなってもいいのかだぜ。別に俺はあいつのこと好きじゃないのだ。
たとえ好きだとしても毎日会ってたら大切さが薄れるというか、会えるのが当たり前になるのだ。まあ今は実験を頑張って、その後にあいつに会ってやってもいいのだ。おお、クリチは本当はメイに会いたいのに強がってるってことかだぜ。そんなんじゃないのだ。でも少し好きな人と離れてみて相手の大切さに気づく、いいかもしれないな。俺は毎日大好きが溢れてるから、これっぽっちも離れなくていいぜ。クラスに女子だけっていうのもなんだか変な感じがするね。それにゴンゾーがいないとこんなにも静かなの初めて知ったよ。ねえねえ、私ちょっと思ったんだけどさ、この彼氏と会えない期間はいい女になる期間と思えばいいんじゃないかしら。何？いい女になるための期間って？つまりこの期間に自分磨きをするってことよ。なるほど。じゃあ私はジンに会えない期間料理を頑張ろうかな。久しぶりに会った時おいしいご飯作ってあげたいし。私は彼氏のハリーが今中学生レベルの勉強をしてるから、私は高校生レベルの勉強ができるように頑張るわ。じゃあ私は虫歯を治す。よーく見たら前歯に虫歯があるんだよね。歯医者は嫌だけど、みんなが頑張るなら私も頑張ろう。ママー、ママー、ん？私から重大発表があります。何？なんとなんと虫歯を治します。今学校は恋愛禁止期間で、みんな何かを頑張るから私も頑張ろうって思ってね。じゃあ早速明日私の歯医者で治療するわよ。はーい。翌日、さあココナ準備はいい？痛いよね絶対。それは当たり前よ。何年放置した虫歯だと思ってるの。虫歯は放置すればするほど痛くなる。だから早く治療しなさいって言ったじゃない。まあここまで来たからには頑張りなさいよ。頑張るけど、ママ絶対優しくしてよ。治療に優しい優しくないなんてありません。治すって決めたからには頑張りなさいよ。1ヶ月後。さあみんな、とりあえず1ヶ月よく頑張りました。さらに女子たちはいろいろ頑張ったみたいね。見て見てジン、1ヶ月で私お弁当も作れるようになっちゃった。ガンゾー見て見て見て、私虫歯治したよ。ほらほら、よーく見て、虫歯ないでしょ。ココナ、このウルトラスーパー嬉しい気持ちはどうしたらいいんだぜ。ねえ、それよりさ、私の歯見て。俺は毎日1ヶ月ココナが夢に出てきたぜ。わかったから、ねえ私の歯を。さすがにココナも俺に会いたかったはずだぜ。それで頑張った俺たちをお祝いしてお菓子をたくさん用意したぜ。思いっきり食べて久しぶりに会えたパーティーをしようぜ。私の歯見なくていいや。なにこの大量のお菓子。ゴンゾー、やっぱりあんたは最高だよ。いただきます。せっかく治した虫歯もこの調子じゃまたすぐにできるわね。でも恋愛禁止にしたからか、みんないつも以上に幸せに見えますね。相手の大切さに気づくという意味では禁止にしてよかったのかもしれませんね。この動画が面白かったらチャンネル登録して次の動画をお楽しみに。